ターゲット渋谷のヤーマンです。まずそうですね、体のことなんですけど、まあ試合終わってなんかちょっとあばら、そのリングドクターからなんかあばらがもしかしたらその肺に刺さってるかもしれないからすぐ病院行ってくれって言われたんですけど、まあまあ結論大丈夫だったって感じですね。なんかあばらの軟骨が損傷していたのと、まああと鼻が折れてたぐらいでした。まあ怪我はそんぐらいで、まあ別に特に別あの大丈夫というか、まあ明日にでも試合できる感じですね。まあやっぱりトップでしたね、白鳥選手は。ライズのトップ選手です。やっぱ強かったっす。なんか一瞬の隙を突かれたというか、やっぱ一瞬の隙を見逃されなかったというか、自分がちょっと油断したところでそこを突かれた。やっぱトップですね。なんで多分これから白鳥選手の破竹の勢いがすごいことになると思うんで、いやーでも、まあ、そこを超えなきゃダメだったっすね。なんだろう、やっぱ自分ってまあ、キャラってやっぱみんな思ってると思うんで、やっぱここで勝って、まあ、格闘家なんでここで勝って、まあ、強さを証明したかったっすね。あとは負けるって悔しいっすね。今まで、やっぱ強いっていうのは分かってたんで、人生で一番練習したつもりだったんですよ。でもこうやって、まあ、手が届かないってやっぱり悔しいですね。まあ、いつかやり返したいなとは思います。でやっぱり自分は格闘家なんで、まあ、強さをやっぱみんなに見てもらいたいですね。なんでそのためにこれからももっと上を目指して、練習していこうと思います。おめでとうございました。